ここはどこ来たの？長崎です。はい、長崎です。長かったね、今回ね、神戸から長崎まで来たんやけど、1時間ぐらいか。で、結構安かってスカイマークっていうとこで初めて私行ったんよ。いつもピーチやってんけど、ピーチなんかキャンセルしよって、しかもキャンセル料、手数料とか言ってわけわからんの、引かれてから帰ってきたわ。安いスカイマークにしてんけど、めっちゃ安かったよ。それが、今得ってやって取っていくらやっけ？5800円で1人片道、安い。ほんで、そのピーチと違って無料で、その指定席も取れるし、手荷物預けれます。ヤッシーもこれからちょっとスカイマークにさせてもらおうかなっていうぐらいになりました。はい、そんな感じで長崎と言ったらどこでしょう？日本のオランダ、ハウステンボスに来ました。イエイ。ハウステンボスとは、17世紀オランダの街並みを再現した長崎の巨大テーマパークです。すごい、入り口が全部ドアな。すげー、テカテカしてる。すごい、水車とかもある。いいな。チケット今回取ったのがネットですね。ネットですね。なんか60日前に取ったらめっちゃ安いねんけど、30日前に取って600円安かったかな。ほんで、トゥデイはペイの誕生日、おめでとう。ありがとうございます。この入場の時にハッピーバースデーシールがもらえる。これを貼っ付けていると、いろんなものが安くなったり、レストランショップが 20% オフらしい。 20% オフなんかほぼ半額みたいなもんやろ。素敵やな。船が来た。船来た？乗りたい。船？別料金やったら却下やな。まずは入り口から一番近いアトラクション、世界中のテディベアが集まる誰もが幸せになるところへ。テディベア系の場所来た。見て、この鼻が中途半端に咲いてるからめっちゃグロなってるクマちゃん。すげえ、テディベアキングダム2階もあるってよ。うわ、もうテディベアの範疇超えてるやん、かっこいいやん。ここには時代や地域を超えたおよそ700のテディベアが展示されています。かわいい。この建物がすでにかわいいのに。ブランが出てる。確かに殺人現場とかやな。何々さん、何々さん、日本映画やったんや。おー、姫と王子的な。怖い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 。でーん、老人形すぎるやろ、この人たち。あ、なんか知ってる、この左の人誰やっけ？サバサバサバ。かわいい。口開けてる。こいつら全員口開けてるやん。口開けたら見るとなんか急に何人か頑張る。確かに。やっぱこいつ知ってんな。やばい、めっちゃ目あったな思ったら。こいつの顔面めっちゃおもろいやん。めっちゃかわいい、ハリーポッターみたいになってる。いや、真ん中ボロボロすぎて怖いんやけど、ここも怖かった。何これ、目が赤いから。ひょうきんな表情が何とも憎めない。リアです、これ。うわ、こんな友達の家来てさ、こんなんやったらどうする。うん、かわいいおじいちゃん。この辺になってくると剥製みたいやな。かわいい口開けてるの。プラスチックじゃん。プラスチック。プラスチック。やばい、サーカスや。ピエロークマン。あ。なかなか、なんかハウステンボス難易度高いな、うん、地図がもう広すぎて1日で回れへんって聞いててんけど、ほんまに広い。あの、ご飯屋さん、佐世保バーガー食べたいねんけど、ほんま反対あって、どうやって行くみたいなとこもあるし。やばい、とりあえず船にやった。うん、すごい、これ無料で乗っていいらしい。すごい、なんか豪華。これ無料嬉しいな。丸つけて帰りたいの。
夜のなんかイベント、あーいいやん、競馬新聞に印つけてる人みたいな。結構10分ぐらい乗ったら移動したわ。ありました。はい、買ってたらおめでとうって言ってもらえるからね。なんか普通に結構街並みって感じで神戸やな。うん、雨がすごいのであの辺りで長崎ちゃんぽん食べようかなと思います。何見てんの？いや、ここ行こうってやつ。え、ちょっとまず耳にかけとったんか。これどうや、これ、うん、VR キング世界最高最長最速コースター。うわ、めっちゃ気になる。やばない？あ、ほんで巨大ガチャこれあなあ、やりたい。ってことはあれや、このアトラクションタウンに行かないかんねや。今どこですか？今はな、ここのアムステルダムシティのご飯屋さんに来た。だからここ遠い。お待たせしました、長崎ちゃんぽんとジャスミンティーを頼んだ。うまそう。 B は皿うどんパリパリのやつと、うん、ジャスミンミルクティーを、はい、頼みはりました。はい、じゃあ乾杯。カメラの前から乾杯。いただきます。あー、うまい。いいな、お花並みがする。よろしくお願いしますわ。結構アジソ僕目やったから、これなんか付属言ってるけど、塩コショウかけます。あら、うどん。マスタードな、マスタードが一番いいです。なあ、やるじゃないか。Aのソースを借りてちょっとソースだけのタイプを作りました。いただきます。ソースの味ばっかり。多すぎよ、かかすぎて。すごい。目的地までは300円で1週間後は3000円。わお。少し行くんやったら乗った方は、うん、そうやな。そこだね。ミッフィー屋さん、服屋さんもあんのか。ほんまに普通に街やな。ライブ中。メリーゴーランド。え、あの人ら VR つけてんで全員。うわ、いや、怖っ。怖っ。のとこがあっちにあって、こっちがチーズの城。世界各国や日本物、ワインは500種類以上の品揃え、チーズは100種類以上の品揃えでたくさん置いてあります。確かにおばさん作ったりおじさんが作ったら大体うまそうみたいな。兄誰みたいな。上、時計の下、あれ兄ちゃん。時計台の下な。建物がでかい。日本のアキバエのやつ。せやな。ここがホテルらしい。結構いっぱい人泊まれんな。ファーステンボスの中にホテルあんやな。ほんでなんか200人がどう住んでるとか、どんなことか住んでる。なんでハウステンボスにはオフィシャルホテルがたくさんあり、そのうちの4つが園内となっております。これの中も入れるやん。ギアマンミュージアムって言ってガラス細工がめっちゃあんねん。こけたら一巻の終わり。最後怖いよ。まず初めに出迎えてくれたのは世界最大級のシャンデリア。綺麗やな、これ全部ガラスやろ。落ちたらなあ、死ぬよな何人かは。うわー、かっこいい。かっこいい。こけたらあかんで。ここは世界各国のガラス芸術を集めた贅沢尽くしの美術館です。確かに、いちごパフェかっちょえ。なあ、こんなんどうやって絵描いたんって感じで、色が赤。うーん、あ、なんかポーションや、回復するやつ。
なん水飲んだらめっちゃうまいで、こんなん2階があるっぽい。あろう、はい、わーお、完全に教会やな。ただ神は特に祀ってませんよっていう。すごい、私これが好き、これが好きと思わせてこっち。こっち側はちょっとしょぼいわ。あ、でも1800年代のやつなんやって。すごい。え、監視カメラや。ふっ、F なんでよろしい。あ、あっこでウェディングできんねや。無宗教の人にはちょうどいいかもしれんな。ハーバータウンに入ってきたよ。でっかいな建物。ハーバータウン入るのに改札があるから、なんかあれやな、進撃の巨人とか見た？見てる。いや、ないか。住みか分けられんねん、くらいによって。適所そう。これよこれ、私はこれを見たかったのよ。バンクシーストリートアーティスト10と思わせて黄金の館に来て。そうそう、うん、入ってきました。宮殿、冷房効いてるかな。熱いよ。レッツゴー。え、なんかもう涼しいで。うまい。来ました、日本最大級の金に包まれる黄金の館。おお、金銀財宝。うわー、神的なものも。黄金の館、ゴールデンキャス。これ何やってんやろな、よう見たらなんかめっちゃ怒ってるやん。素晴らしくて、うん、多分いつも指立てないより下の方が多分落ちない。